同じ鍋でさ、他にいい鍋ないかな。大丈夫だ。ダダンガダン。うっうっうっ。おいしいもつ鍋があるんですよ。で今日はですね、10分でもつ鍋作りたいと思います。もうすでにちょっとお湯を沸騰してるんですけど、こっからじゃスタートさせてもらってもよろしいでしょうか。それではいきますよ。レディーゴーゴー。まずは沸騰したお湯でもつを煮たいと思います。もつを湯下ゆでしてアクを取りたいと思います。その間に野菜切りますよ。ニラをまず最後に盛り付けますので3等分に切ります。ネギ、ネギは斜めに切ります。ネギ、しめじは石突きを取って細かく分けておきます。分けるのも後でできる。沸騰しました。ザルにあげて水洗いしてきます。水洗いしてる間に土鍋に水入れて沸騰させておきます。鍋つゆ作りますからね。はい、もつ水で洗ってザルにあげました。次、人参。冬になるともつ鍋は最高ですよね。もつ鍋大好きです。人参切りました。最後、白菜芯を取ってから牛乳パックをまな板で切ってます。鍋って楽だよね。10分作るのって結構きついですからね。残りあと5分です。さあ、そしたら鍋つゆ作っていきましょう。まずは味噌、そして酒、醤油、辛子にんにく、生姜、鶏ガラスープの素、かつおだしの素、砂糖、コチュジャン。鍋に全部入れて混ぜます。鍋つゆを先に作ります。残りあと4分です。もつが煮える前に時間かかりますからね。もう入れちゃいましょう。水洗いしたもつを入れます。もつは下茹でしたので臭みがなくなりました。ニラ以外の具材を全部入れちゃいます。まずは白菜、続いて人参、ネギ。綺麗に入れなくても大丈夫です。なぜかってニラが後でいい仕事してくれますから大丈夫です。しめじ、山盛りです。あとは煮るだけなんで蓋します。蓋します。残り2分です。さあ、2分で野菜が煮えるでしょうか。この間にお片付けします。そして結構ちょっと辛めが好きなのでコチュジャンは後で足したいと思います。子供に取り分けてからコチュジャン足したいと思います。この間にね、カセットコンロをね準備しておきましょう。はい、準備 OK。 あと1分です。鍋よ早く煮立て、鍋よ早く煮立て。やばい、あと20秒です。穴から蒸気出てくれ。でげでげでげでてて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 てでれん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 です。まだ煮立ってません。10分経っちゃいましたよ。10分で切って豪語したのにまだ煮立ちません。じゃあ実際どんぐらいかかるのか測り続けます。まだ煮立ってない。もうちょっとだ。あ、もう少しで来る。もうすぐ来る。もうすぐ煮立ちます。おぐつぐつきました。グツグツきました。来い、グツグツ来い。こんだけ時間があるからね、もう一品作れるってことですよね。グツグツきましたよ。やっと穴から蒸気が出てきました。オープン。お、いいですね。煮立ってきました。あとは人参が柔らかくなるのを待つだけです。この時、鍋つゆが溢れないように少し鍋の蓋をずらして煮てくださいね。まあ、これで15分はかかりますね。15分はかかりますね。最後にニラをのせましょう。鍋つゆのちょっと味を確かめたいと思います。うん、はい、そしたら食卓に運んで、そしてニラをのせまして、トマト、唐辛子をのせて、お家で本格もつ鍋の完成。もつ鍋です。うまそう。やっぱ冬といえば鍋だよね。いただきます。はい、いい匂いだね。俺もつ大好きなんだよね。あんちゃんももつ大好き。うん、あっちゃん、うん、もつどうですか。もつ柔らかい。
長く作る。めっちゃ甘い。スープがピリ辛で美味しい。野菜が汁含むから美味しいね。美味しい。美味しい。